3番の松岡が上がってきた。3番松岡前に踏んでいくが、6番の鐘木も踏んでいる。さあ残り600の鐘、3番の松岡が前に出て、2番手は5番の大塚、3番手に下がった6番の鈴木、7番手にいるのが1番の稲垣。4コーナーからホームストレッチ、間もなく残り1周、縦1列。さあ3番の松岡の先行になった。2番手は5番の大塚、3番手から6番の鈴木、巻き返していけるか。1番の稲垣はまだ7番手、バックストレッチ。さあ1番の稲垣はまくっていくが、合わせるように6番鈴木も出ていく。さあ6番の鈴木が前を捉えるが、後方からすごいスピードでやってきた。1番の稲垣が一気に前を捉えていった。4コーナーから直線、稲垣先頭、追ってくるのは7番渡辺。稲垣が押し切りそうだ。稲垣押し切った、ゴールイン。2着は最後2番の岡部が上がりました。